今日は外壁洗浄の様子をお届けします。こっちサイドも結構汚れてますね。10年前だと窓枠の水切りが今の形状と違います。ちょっとこの垂れ汚れが出やすい形ですね。今はかなり改良されてます。最初に水で軽く流します。これをやっとく方が洗浄液が染みやすいので早く洗浄ができます。使う洗浄液は今日はこちらです。次亜塩素酸です。これを水で薄めて使用します。ローラーで塗り残しがないように塗ってきます。塗り残しがあった場合も後ですぐ分かるので、後でそこだけ塗り直してください。塗ってすぐにきれいになる場合もありますが、10分20分置いてどんどん薄くなっていく場合もあります。今回は緑の汚れが多いので、緑の汚れだとほぼ塗ってすぐ落ちてきます。黒っぽい汚れが一番厄介なのですが、1回茶色に変わって2度塗りするとだんだん薄くなることが多いです。1回で落ちないときは 2,3 回やってみるといいでしょう。伸縮ポールもかなり使えます。ホームセンターによっては5メートルの延長棒が売られているので、ほぼ一番上まで届きます。多少力は入りづらいですが、洗浄には十分です。窓だれの汚れは、黒っぽいものはかなりしつこいので、落ちなければ2回3回とやってください。力は入れる必要はありません。ちょっと黒筋が残ってるけど結構綺麗になったね。最初の場所です。洗浄液が服にかかると、脱色する恐れがありますので、このようにカッパを着たり長靴を履いたりして対策を取ってからやってください。